一口駅名解説へようこそ。今回は、西武池袋線の東久留米駅の名前の由来について解説していくよ。久留米といえば、福岡県にも久留米市があるけど、それとは関係があるのか、疑問に思う人も多いんじゃないかな。実は特に関係はないよ。東久留米の由来として最も一般的なものは、駅近くを流れる黒目川が転じたという説だよ。黒目川には昔から色々な漢字が当てられてきており、読み方も黒目だったり久留米だったり、固定されていなかったんだ。そんな中、明治政府が編纂した本では、久留米川と記載されていたよ。それを基準にしたのかはわからないけど、この一帯は久留米村という自治体として成立したよ。その久留米村の東部に駅が設けられたから、東久留米という駅名になったんだね。ちなみに、久留米村は後に久留米町となり、さらには市になるんだけど、その時久留米市にならずに東久留米市になったのは、福岡県の久留米市との混同を避ける目的の他に、東久留米という駅名が町民に馴染んでいたからという理由もあるらしいよ。駅名が元となって自治体の名前になるケースは珍しいんじゃないかな。一口駅名解説、今回はこれで終点だよ。次の駅もお楽しみに。ご視聴ありがとうございました。